心療内科と精神科の違い。他の方のコメントより、神経内科との違い。精神、まあ、神経内科っていうのは神経内科なんですよね。どう違うのかというと、神経内科は神経変性疾患とか見たりするので、あの、ちょっと違うんですよ。なんかこう、なんていうのかな。まあ、主に認知症が見ること多いんですけど、結構、なんだろうね。すぐパッと出てこないんですけど。 あの違うだから基本的にはその、えー、精神の錯,錯乱とか見たりするんですよね。精神科の問題は。だからどう違うのかっていうのは結構難しいですよね。心療内科も心身症を見るとか言うんですけど、まあ、あんまりここら辺はその、僕らもよくわから、わくわからないというかあの、説明しにくいんですよねうん。地域にも寄ったりしますしね。 だから、生まれが違うんですよ、単純に言うと。あの昔っていうところの。だから、田舎のそのお寿司屋さんとかと似ていてあの、田舎のお寿司屋さんとお蕎麦屋さんみたいな形で、あの田舎のお寿司屋さんだったらね、あのお寿司だけじゃなくて、とんかつを出したりもするじゃないですか、えー。お蕎麦屋さんでもね、ラーメン出したりとかするし、じゃあ、そうなってくると、ね、あの蕎麦屋なんだけど、ラーメンとか売れちゃう蕎麦屋だってあるわけで。<laughs> だから <laughs>、まあ、なんかそういうその、始まりはそうなんだけど、 その最初に医者が振り分けられてあの精神科とか何とかかとか決まったりするんだけど見てるうちに何か同じような疾患を見てるってことはまあありますよね、うん。あとは病院の運営方法が違うとかまあそこら辺がありますね、うん。だからまあ縦割りになっちゃってるってもうそ,うそうなんだかもしれないね。<music>